ボートレース宮島によりますと、昨日午後2時半ごろ、第10レースの3周目でボート同士が接触し、水面に投げ出された中田達也選手が後続のボートと衝突したということです。中田選手はすぐ救助され、病院に搬送されましたが、およそ40分後に死亡が確認されました。ボートレース宮島では、1954年の開設以来、レース中の死亡事故は初めてだということです。事故を受け、11日まで予定していたレースはすべて中止となりました。福岡県出身の中田選手は、これまでに7回優勝していて、来年1月には選手の最高ランク A1 に昇格する予定でした。